が、キッカドはビーチリゾートです。でこれから朝食取ってます。で今波がね、干潮ですね。今干潮なんで割と潮が引いてます。完璧な干潮じゃないかな、ちょっと何週にもなってもらってます。で、見るとですね、こんな感じです。サンゴ礁がね、あるんで、ちょっとコバルトブルーが入ってます。向こうの方、山の方、結構やっぱりそのダイビングスポット、ショーケリングスポットらしいです。ただ自力であそこまで行くのはこの波があるんでね、ちょっと厳しいかもしれない。サーフィンのメッカですからね。ちょっと最近波ちょっと崩れちゃってるんで、この時期じゃないんですけどね、基本的には。なんでサーファーはここら辺はいない。向こう側にも、向こう側、もうちょっと向こう側がサーフィンポイントなんですけどね。ただやっぱ時期がちょっとずれちゃってる。今7月の、4日、5日ですね、ちょっとだけずれちゃってるんですけどね。10月から3月がベストシーズンらしいです、サーフィン。キッカルワで日本人 の, そのプロサーファーも来てね、大会が開かれるぐらいすごい有名なところ、キッカルワです。こっちの方はどちらかといったら、シュノーケリング、ダイビング、海水浴楽しみ。で船が止まられて止まってます。波ですね。シーズンになるとチューブができるって言ってるんでね、パイプラインが。いやプロサーバーですね、かなり上級者だったんで、かなりいい機関です。岩場のあたりが、あのあたりがサンゴ礁があるみたいですね。海岸も広いです。2004年にインドネシアのスマトラ沖の地震があった時に、ここも、津波の被害になりました。で2メーターぐらいここあったらしいですね。2メーター結構すごいと思います。